杉山さん、今回はですね、ドリームボックスお買い求めありがとうございます。メールの方もいただきまして、決済の方を確認させていただきました。今回もですね、お値段以上、吉田に頑張らせていただきました。まあ、内容に関してはですね、まああのまあ、間違いないので、あのぜひ見ていただいて、まあ、実践していただければなと思います。ただ、ドリームアカデミアでもですね、いろいろと言ってますんで、もうある程度まあ勉強はされて、 ってると思いますんで、うんまあほ、まあ、本当にあとはねあのやるだけですから、うん、で今回その「ドリームボックス」に入ってる夢を叶えた人たち全く初心者の状態から億万長者になったりとか、えー、年収3,000万になったりとかまあ普通じゃない人たちがまあいっぱいいるわけなんですけどもまあ単純にあのやっただけです <laughs> はい。 うんまあ、直接、いろんな人と会って直接話しているので臨場感があるんですけれどもあのやっぱりその、ね、周りの環境ですよね周りの環境があの、まあ、そういう人たちってあんま少ないと思うんですよ、例えばまあ、特にネットビジネスやってますみたいな人も少ないだろうしじゃあなんか、まあ、この前も弟子の子に会ってきましたけども元弟子の子に、まあ、月収650万とか、まあ、いないですよね、多分周りに。 まあ僕も多分普通に働いてたらね下収650万でどういうことみたいな話なんで、うん、ただまあ今回ですね、まあ、その弟子の子がどうやって650万上げてるのかっていう非売品の特典も作りましたし、まあ、あとは本当やるかやらないかというところで、まあ、実際に現実として、まあ、弟子の子もそうだったんですけども、まあ、全く右も左も分かんない状態からあの下あの収650万を平然になんか。 泊まりに行ったんですけど泊まりに行って夜スナック行った時に「吉田さんまた売れました」と「50万売れました」みたいなね <laughs> 平然に言ってるっていうね、うん、だからまあ、あのー、なかなかその周りにいないと思うんで、まあ、映像だけでも見てあの実際にまあいてるのでそのできるだけ臨場感を体感していただいてあとは本当に突き進んでいただきたいなと思います。 今回はお申し込みありがとうございました。